皆さんこんこにちは今日はですね amazon の就職面接の時に出たっていうこの問題が話題になってインターネットでも出ています。これは何かっていうとですね、えー、電柱の両側に長さ 80m の8 0ルのケーブルが、えー、設置されていて電柱が 50m で、えー、一番、えー、地面に近くなる遠くは 10m だと。この時に この電柱の距離はいくらになるかっていう話ですね。で普通この電,電線のカーブはですね、えー、カテナリーファンクションですかえー、これは cosh とかですね sinh とかが出てくるやつですね。これで、えー ケーーブブルのカーブが出てくるわけですでもこういう話をするのは優等生ですぐ引っかかる。これ面接ですからそんなこの公式は何だっけななんていうそういうことを聞いてないんですね。どれだけ注意を払ってるかということです。えー、考えてみてください。80メートルですよケーブルがね。で電柱が50メートルで 最初の高さが1 0ルということは、えー、4 0ルの落差があるということですね。で4 0ル下がって4 0ル上がるっていうことですからこれ上,がさ上げ下げだけで8 0ト,ル80メートルになっちゃうんですよね。ということは電柱は <laughs> すぐそばにあってケーブルがこういうふうにこうぶら下がらない限り絶対にこれは。 80メートルのケーブルが10メートルまで地面から10メートルのところまで届かないということですね。これはトリッククエッションですね、えー、別にあ数学をしやろうとやれということじゃなくて、えー、ア,マゾンアマゾンはこれ、えー、よく数字を見てこれ全体、えー、意味が 意味なすか意味がなす,なすのかどうか、uh, make sense っていうやつでですねでこれ見ていやこれはおかしいよなこんな1 0ルまで地面から1 0ルまで垂れ下がらしたらもう8 0ルそのまま4 0ル下がって4 0ル上がるだけでなっちゃうから電柱の距離なんてないよなんていうふうに言った人が正解で、えー、Amazon で。 職をもらいます。というような話ですね。こういうまあ,あ。なんか？悪い悪いっていうよりもなんかこうトリックですね。トリックで引っ掛けるようなことを聞いてくるんですよね。面接でね。ここで一生懸命。このこの関数を使ってね。計算して数字出そうとすると。 あ方程式が解けないなぜかっていうとこの全体の数字がおかしいからと方程式が解けないでこれをやる人は非常な数学のできる、えー、優等生だと。ところは面接官のあ見てるのは全体の数字を見てでこれおかしいんじゃないなんていう人を探してるということですね。ははい今日はここまで 今日の、えー、単語は「バイセンテニアル」「センテニアル」というのが100年ですから「バイセンテニアル」というと200年ごとのっていうことで、えー「バイセンテニアルの」のセレブレーションだというふうなことがあります、えー、例えば、えー、アメリカだと「えー Our nation's bicentennial was celebrated. It's 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 it. と it 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 いうふうな言い方をしますね。えー、セマイアニュアルというのは狭いですから半分ですね。一、えー、年にも経たない半分の祝い事ということです。えー、This school has always a semi-annual celebration for なんとかと。 いつも半年ごとにこのお祝い事をするんだというふうな言い方をします。